こんにちは、スマッシュ編集部の赤松恵美子です。今日はサービスのスピードアップを教えてもらおうと思います。コーチは沼尻圭介プロです。お願いします。お願いします。プロがやっぱり速いサービスは打てると思うんですけれども、一般プレイヤーは1番は入れたいっていうのが希望なんですけど、スピードアップもそんな諦めてなくて、はい、なのでちょっとスピードアップできるコツを教えてもらえればと思います。はい、サーブのスピードを上げるにはやっぱりラケットのスイングスピードだったり加速していかなきゃいけないっていうところがあるんですけど、一般のプレイヤーの方々でやっぱりどうしても体の使い方でどうしてもラケットボールに向かっていく途中で動きが制御されてしまって力が伝わらないとか、結局打つ時にラケットのスイングスピードが上がらないって方が多いので、やっぱりそこをこう一つ一つこう解除していくイメージでやっていけば、取り組んでいけば一つ速いサーブが打てると思います。ブロックしてるところを解除していく。そうですね、はい。では早速打ってみましょうか。はい、それが実は今回紙面では 15% スピードアップっていうタイトルがついてあって、本当にスピードアップできるかなって思って今回はなんとじゃじゃーん、ヘッドさんからスピードテニスセンサーを借りてきました。テクノロジーですね。テクノロジーですそう、これすごいんですよね。スピードが1本に1本取れる、全てついてきますからね。なのですよね。なので最初10本ぐらい打ってその平均があって、教えていただいた後にどれくらいアップしてるんだっていう。責任重大ですね、僕お願いします。頑張ります、私の責任も重大でちょっとビビってるんですけども、じゃあ頑張っていきましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ検証していきます、はい、では早速サービスを打ってみたいと思います。お願いします。お願いします。102キロ、遅い。102キロなんだ。ちょっと真ん中当たってないですね。やばいな。もっと遅いでしょ。99キロ。100切りました。113キロ。おお、一番いいの出た。ベスト出ました。今日のベスト。なんか今気持ちよかった。いろいろ出ますね、これは。でもスピードは104キロ、平均が104キロ、100なんか超えてよかったでも自己最高113キロ出てますから、すごいですね。これは気持ちよかったですよ。見てても分かりました、あ、これ気持ちいいと思った。いい当たりました。でもちょっと真ん中にちゃんと当たって 86% スイートボール。悪くないじゃないですか。いや、私的には全然悪くない15% なんで、いくつだ？119。はい、119キロ。119。最高速度より速い。そうです。今日の最高より速い。それを平均で出すんですか？相当すごい。そうですね。これ目指して、ぜひちょっとポイントを教えてもらえればと思います。頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今ちょっとサーブ見させてもらったんですけど、はい、もっとスピード出すために少し赤松さんの見てると、箱板サーブ、一般的に言われる箱板サーブまではいかないんですけど、やっぱ少し体が正面を向いたまま肘が下がって、やっぱりプロネーションがあまり使えずに打って、はい、そんな気がします。状況が続いてたんで、ちょっとプロネーションの練習をしたいんですけど、僕がおすすめするプロネーションの練習で、ちょっとこの長い棒を使った練習があるので、ちょっと一緒にやってもらいたいなと思うんですけど、この長い棒を持って、実際にプロネーションの動きをしていただくと、まず一つは、こっちのグリップの方です。グリップの方が、ソロに、天井にまっすぐ浮くように終わる形です。それで、よくありがちなのは、自分の体に刺さっちゃったり、やっぱり肘が落ちてしまうと赤松さんみたいな方は多分下についてしまったりっていうことがあるので、ちょっと長い棒をしっかり肘を高い位置にして打っていく練習っていうのをちょっとしていきたいと思います。はい、じゃあちょっとやってみます、はい、この辺を持って帰る。そうですね、はい、で、この構えでここから、はい、なんか怖い怖い怖
自分の方に来そうですそうそうです、で上に行くように、はい、今すごく綺麗に、はい、少し多分日頃打点が前になるんで、はい、今少し前に行き過ぎちゃうところがあるんで、やっぱりプロネーションを使ってもう少しグリップが薄くなると打点っていうのは少し後ろ向きなイメージで、はい、じゃあここで打とうとするんじゃなくてこの辺で、そうですね、はい、打とうとしてすればいいですね、はい、そうですね、あ、その方がなんかバランスが取りやすいですね、はい、そうですね、前にちょっといい、いやでも綺麗にできてます、はい、ちょっと、はい、でも今までこんな動き使ってなかったですよ、違和感ありますか、でやっぱり重さがあるんであんまり力入れなくても自然とこうスムーズに動きっていうのができるんで、すごいこの練習を、これぜひプロ練習できないなっていう人は長い棒とかほうきとかでも、ほうきとかでも、はい、長い棒これそうです、ちょっと分かりやすいかもしれないです、感じやすいかもしれないです、ちょっとじゃあラケット持って、はい、気持ちですね、そうですね、今のイメージをしたままちょっと素振りをまずしていただいて、あ、そうですね、はい、すごい振れた、すごいスムーズに、多分重さのあるものから軽いものになったんで、多分力ほとんどいらずに、はい、はい、できると思います、ちょっとそれで行ってみます、とりあえず、はい、そこを意識して、はい、あ、しまった、はい、わかりました、そうなんです、打点が前すぎたんで、結局今の動作って起こせないんですよ、うん、今動きはすごい良かったんですけど、トスの位置が変わったことによってガラッと動きが変わってしまったんで、トスが重要なんです、このベースラインぐらいですか、そうなんです、あの赤松さん先ほども言ったように少し前を向いたままトスを上げる癖があるので、はい、あのトスっていうのが前に行きやすくなっちゃうんですよね、腕をそのまま下から上に上げてるので、あの僕がイメージするのは少し体の方に引き寄せながら、ちょっとベースラインと平行まではいかないんですけど、 J の字を描くイメージでトスっていうのを上げていただくと、自分の、そうですね、頭の上ら辺に上げやすくなるので、ちょっとそこも意識して、ひねりながらトスを上げるっていうのを意識していただくと、プロネーションが使いやすい打点にトス上げられると思います、やってみます、やってみます、ちょっと前すぎました。危ない。危ない。いやでもそういうことですね。プロネーションを起こそうとするとやっぱり本来アドサイドからの方がちょっとやりやすいかもしれない。え、じゃあアドサイドいいですか。アドサイドにどうしていいですか。練習してます。はい。前向きました。そうですね。やっぱり J を意識していただいて、トスがどっちかというと頭が上に。はい。そうですね。はい。ちょっと後ろ。はい。そこで。はい。相当持ち。でもまだ前。意外に。それでは今トスの上げ方とプロネーションについて少し教えてもらったので、どれくらいスピードアップしたのかちょっと検証してみたいと思います。よろしくお願いします。頑張りましょう。はい、頑張ります。息集中しちゃダメなんだよね。ありがとうございました。ちょっとどうですかこの数字。あ、でも上がりました。上がりましたね。あの最後ちょっと気合が入りすぎて、はい、打点がちょっとスピードスポットが当たってなかったのが多かったんですけど、ですよ、はい、71% ってさっきより下がってますよ。そうですね、まずそれでもスピードが上がったってことはかなり良かったので、
ありがとうございます。まあちょっと 15% まではいかなかったんですけど、まあ、この3時間で2ポイントで5キロ。5キロですね。はい、5キロはアップしました。頑張った。頑張りました。まあ本当短時間で、うん、ポイント2つだけでここまでいったんですが、はい、ありがとうございました。ちょっとあのプロネーションと、はい、あとトスの J は意識してやってみたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。で、まあ、ここまで見たら当然皆さんはマジにプロのちょっと見たい、さん見たいと思うので、はい、ちょっとぜひ見ていただけますか、はい、よろしくお願いします。81早っ。あ、185回ってる。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。さすがプロの数字が出ましたね。ちょっと疲れちゃいましたね。最後の方ちょっと170台出たんですけど、ほとんどに183、45が。あ、本当ですか。はい。で、一番速いのが190。190。ちょっと私の倍ぐらいあるじゃないですか。いやー、さすがです。今日は本当いろいろも教えてもらってありがとうございました。こちらこそ、楽しかったです。いや、こちらこそちょっとスピードアップ目指して頑張りたいと思います。ありがとうございます。今日ここではポイントを2つ教えてもらったんですけど、スマッシュ7月号ではもっといろいろをポイントを教えてもらってます。はい、今日は12個のポイントを紹介させていただきました。あの、自分に合うものを選んで、あの、ぜひスピードアップに挑戦してみてください。ぜひスマッシュ7月号も見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。